ハイドの身長は156センチだと思われていたが、自叙伝にて本当は161センチであると反論した。嫁はもともとハイドが大ファンだった元お天気キャスターの大石恵で、歌番という音楽番組の企画で出会った。ハイドの子供の名前はレイで、ラルク・アンシエルのアルバムレイが名前の由来と言われている。僕は趣味もないしトークも面白くないから、他人と話していても相手につまらない思いをさせてないかってことばかり考えてる。だから一人でいた方が気づかれしない、楽と当時のインタビューで答えていた。